こんにちは、プロトリフチャンネルです。ちょっともうベビーリーフとは言えなくなってしまいましたね。黄色い花まで咲いてしまってということですが、もうこれで今日で今回終了ということにします。まあ花咲いたのは切り花として楽しんでいただいて、あとはもうちょっと葉っぱが硬くなってきたりとかしているので、油炒め等にして野菜炒めの中等に入れて食べましょうということです。もうしっかりともう元から取っていってしまいましょう。後できれいに整理して、そうすれば水洗いして油炒め等に使えます。そしてこれ皆さん覚えてます？茎ブロッコリーを使った後の土で再生しました。土を再生して植えました。またもう一度これを土を再生して春野菜夏野菜を育てたいと思います。まずはこのまま放置してちょっと一度土を乾かして、その後土のリサイクルをしたいと思います。上手にやると土は2度3度、ね、リサイクル剤を入れることによってまた蘇って使うことができます。